セリタ・エバンクスは、ケイマン諸島出身の女性ファッションモデル。176.5センチメートル84から61から86.5。ネイティブアメリカン、アイルランド系アメリカ人、およびアフリカ系アメリカ人の根血。何より、ファッションブランド、ビクトリアズ・シークレットの広告等の一員としての活動から著名。いわゆるスーパーモデルにあたる。 ジャマイカ人の父とケイマン人の母のもと、グランドケイマン島のジョージタウンに生まれ、7人兄弟を、要する大家族のもとで育った。やがて、ニューヨークのスタテンアイランドに移住し、現地の高校から、コロンビア大学並びに、ニューヨーク大学へ進学。例名、編集モデル活動の方がを迎えたのは2000年から17歳の時で、ニュージャージーの、 シックスフラックスグレートアドベンチャー遊園地の入場口付近でエリートモデルマネジメントの関係者から声をかけられたことをきっかけにプロのモデル業を開始2001年2月にファッションブランドテューラのショーでデビューした没効後編集2005年からビクトリアズ・シークレットのモデルとして活動同ブランドのエンジェルを2009年の前半頃まで務めたほか ニーマン・マーカスや、ラルフ・ローレンなどといったブランドの仕事もこなし、スポーツ・イラストレーテッド、ボーグ、グラマー、マリ、ファッションウィークに笑顔を見せる、エヴァンクス。2007年ビクトリアズ・シークレット関連では、ハイジクルム、タイラ、バンクス、イザベル・グラール、アドリア・ナリマ、カロリナ・クルコバなどといったモデルらとたびたび仕事を共にしてきた。2005年には、タイラ・バンクスが司会を担うテレビ番組、 タイラ・バンクス賞への出演も見せている。2007年には、米紙ピープルの企画、世界で最も美しい100名にその名が登場。さらにその翌2008年には、ホーブス氏の調査による、世界で最も稼ぐモデルの一覧にその名が登場している。ニューヨーク在住。故郷に発起した、スターダムユースファンデーションの運営活動などもあって、ニューヨークとロサンゼルス。 そして、ケーマン諸島を行き来する生活を送ってきた。アドリアナ・リマ並びに、マリサ・ミラーとともにビクトリアズ・シークレットのモデルとして、キューバのグアンタナ・モ米軍基地を移動に訪れた2007年のエヴァンクス故郷ケーマン諸島では、水夫補助団体への参加や、それを通しての児童福祉などの事前活動を行ってきたほか、2008年にシエラ・レオネを旅行したのをきっかけに、ウーマンズ・コーリション・フォー、 エンパワーメントオポチュニティという事前団体を設立。この団体を通じて内戦下にあるアフリカ諸国の女性たちへの支援活動を行ってきた。スターダムユースファンデーションという芸能用成功を2004年に開業。リッチは自身の生誕地イマンで10代の少年少女ら向けに実務指導を行ってきた。2007年の初め頃にマイアミのスーパーボールの現場で ラッパーのニックキャノンと出会い交際を開始、同年5月に婚約。5ヶ月で解消した。ありがとうございます。